究し検討をしてまいります。あ、そう。まあまあそれならいいんけどね。ありがとうございます。とこんな感じで先ほどのお客様はご機嫌でお帰りになりました。さすがミスターデパートですねと声をかけたら、ミスターデパートあ、大きさは油揚げの約370倍となっています。なんか出汁で重そうなの意見が寄せられていますが、重さに関して正確に分かっていませんが、一般の羽毛布団と同じくらい、ちょ、そんな重くはないってことだね。ここに写真があるけどさ、油揚げで寝てるのはちょっとどうかなって感じがするけどね。ちょっと逆に目が冴えちゃいそうな気がしますけど。はい、次です。タカニー、最近疲れは溜まっていないですか？ここで箸休めクイズです。自信と言えるでしょう。ここに至るまでには我々小売りの側からも政治に働きかけを行ってきた経緯もあり、関わってきた多くの人たちは感無量だと思います。まだスタート地点ですが、これからどんどんカスハラ対策が進み、従業員が生き生きと働け、それだからデパートはお客様に楽しんでいただける場所であり続けられる、そんな明るい未来への第一歩です。え、君今なんて言った？ああ、だからお菓子は私の机の下に落ちてました。すいませんでした。へへへへって、君はあれだな、私に生野菜が 39.5、 野菜嫌いもいるからね。ポテトサラダをね、嫌いってそうはいないよね。そうなんですよ、そうはいないと思う。まあ、卵焼きもね、ちょっと空のどこかに。はい、はい、またまたね、あの、うん、毎週本当にメロンさんありがたいですね。ありがとう。うん、空飛びますよ。そう、うん、だからワンちゃんのわけがないっていうか巷に溢れるといいなと思うんだけど、うん、みんな完全武装みたいにさ、そうですね、もう綺麗にこう、うん、整えちゃう。岡山じゃわ、岡山じゃな。お届けしたのはキャンディーボーイで曇りのち晴れでした。キャンディーボーイがお届けしているキャンディーボーイのカフェドボンボン、この時間はキャンディーボーイの、そうなんですよね。だから私は基本的に常にキャパオーバーだなっていうふうには感じていますけど、うん、なのでそう、人生楽しいなとも思えるときは思えるし、ね、波が来たり去ったり。僕は今しなくて犯罪を起こしてしまう人っていうお話をしてそれすごいね。初めはその人を助けるための研究がしたいって思っていたんです。で、それをやるために心理学に行きたかったんですけれども、ラジオパーソナリティ歴うん十年、おしゃべりにも定評のあるタカミーにクイズです。何ですか？最新のある研究でこんなものがおしゃべりをしていたことが判明しました。何でしょう？しかもボキャブラリーは最大50単語あるそうです。何？それは次のうちどれでしょうか？することじゃなくて、美術を研究するっていうことなんですね。はいはい、そうです。学問として哲学の中の美術っていうのを勉強したいっていうふうに思うようになって、